シェフと同じ地面に立って呼吸を共にしてっていう出会いを大切にしているので、一緒に同じ空間にいて目の前で手で描けるもの以外は描かないようにしています。目に見えるものにしっかり向き合うことで、その見えないものも引き出したいと、それができたらと思っているので、その絵を見てくださった方がその私の思い出みたいなものを感じてくださったら本当に嬉しいです。私の中で絵を描くときにこう理屈や説明抜きに気持ちが動いて、モチーフに心を持っていかれる感じがあるんですね。でも私は本当に好きなものを心から描きたいっていうものしか描くことができなくて、自分が本当に惹かれたものは常に自分と1対1で存在しているので、その画面に他のものを入れたくないって思ってしまうぐらいなんです。その出会いに行くわけでもないんですが、やはりこうその何かに惹かれるっていうことは、その日々自分が考えたり悩んだりすることが知らずに引き寄せていることだと思うんですね。だから普通にいろいろ考えながら生活していく中で出会いがこう訪れるというか、そういう意味で自分が本当に描きたいものの存在を確かな形にするために絵を描いてるんだと思います。小さい頃から絵を描くのは好きだったんですけど、油絵を描いてみたりしていたら有機溶剤のアレルギーがあることが分かったので、ちょっと美大の環境自体がもう有機溶剤がたくさんあるので進学しない方がいいだろうというのは分かっていたんですが、思っていた以上に絵を描きたいという気持ちが強いということが分かったので、唯一有機溶剤の画材を使わない日本画科に進学しようっていうのをその時に決めました。有機溶剤ではない画材っていうことでも日本画の顔料を知った岩絵の具しかなかったので、それを使うっていうことだったんですけど、岩絵の具ってその天然のものと人工のものに対別できて、天然のものはよくラピスラズリって天然の鉱石を砕いて絵の具にしてるんですね。たくさんの粒子に分かれているので、その粒子の一粒一粒が存在に感じられて、それが画面の上でまた集まってまた一つの別の存在を作っていくっていう過程が私にとってはとても大切です。その大学1年の夏になるまではその与えられたテーマに沿って描いてたんですね。で1年生の夏に初めて自由課題になって、そこでそろそろ好きなものを描いてみたら本当に楽しくて、それを見てくださった先生方が君はこれで行きなさいって背中を押してくださって、それで勇気が出て絵を仕事にしていきたいなと思うようになったんです。心っていう雑誌なんですけど、3年間その表紙絵と関東エッセイの連載を務めさせていただいて、むしろ絵について語るのではなくて日々起きていることに対して自分がどう向き合って何を考えているかっていうのを表す場になったと思います。画家という立場で絵と文章っていうとどうしても絵の説明を求められてしまいがちなんですね。でもそもそも絵は言葉にできないものを絵にしているので、説明もできないし言葉に置き換えられるものでもないと思うので、あえてそれはしたくないというかできないんです。でもその絵を描くにあたってで心惹かれたモチーフがなぜ惹かれたのかっていう理由を考えるのが結局テーマにつながると思うんですが、それは結局自分の中にあるものがそのモチーフに共鳴したというか通じ合ったところがあると思うので、そういう意味で周りを取り囲む環境とか日々のこと、そういったものから強く影響を受けているということになると思うんです。そういう意味で絵でも文章でもその表したいことは同じで方法が違うのかなと思っています。完成形が見えたことは一度もないです。なんとなく足りないような気がするっていうだけで済んで、ふっとあ、これで大丈夫かな、納得したかなっていうタイミングが訪れるところまでやる。でも何年か経ってあ、これもうちょっと描けるなっていう時もちゃんと見つかるんですね。だからとにかくその時にこう妥協はせずにその時の完成に絶対持っていくっていうことを続けていくのがいいんじゃないかと思います。どんな人の中にもその辛い時でもどんな時でも思い出す一枚っていうのがあると思うんですけど、例えば誰かのそういう一枚に私の絵が慣れていたらと願っています。